グロプロムに着いた。手前の拠点は、ミリタリー、派閥の所有であるから気をつける必要がある。俺の目的地はさらに奥の建物の方だ。いくつかアグロプロム地下へ、アクセスできそうな場所があるが、ここは、ドクター、の言う通り、北の施設、から侵入するのが良さそうだ。おいおい、そいつは良くないぜ。スモーク、クソったれの明太子。見た目通りの四足歩行の人間だったら、まだ可愛げがあったな。いや、ないか？デカ物の死骸がある。でかいのはまあまあ金になるらしいな。剥ぎ取ってみるか？お、研究施設というだけあって、エコロジスト、派閥の奴らがうろついているな。アーティファクトの売り手としては、また仲良くしたいもんだ。奴ら研究のためなら資金を惜しまない。裏についている連中は、大方政府関係だろう。おっと欲が出たか？集中しろ。目的地はすぐそこだ。暗いな。本当にストレロックの隠れ家があるのか？何か話し声が聞こえるな。さてはゴキブリかチキブリ行き野郎の、バンディット、どもだな。こいつは暗いな、ファイアインザホール。頭数は多いがそんな豆鉄砲で、特注の強化外骨格を抜けると思うなよ。よう、ストーカーに攻撃されている。取り合ったぞ、どうした？かかってこい。奴は一人だ、囲め、囲め。人だ、やっちまえ。何をやってる、仕方にかけろ。くっそ、アーマーの上からでも撃たれれば痛いな。どうやらあと一人のようだな。片付いたな。何か持っていないか？少し、漁っていくか。想像していた通り、ゴミばかりだな。銃を分解して、程度の良い部品だけ持っていくか。さらに下がある。か、ここは人の気配がしないな。今度はミュータントが歓迎してくれそうだ。クソったれ。やはりいい鳴き声が聞こえてきたじゃねえか。ははは。俺はブラッドサッカーが一番嫌いなんだ。こんな場所を隠れ家にするなんて、ストレロックのやつも趣味が悪いぜ。だからこその隠れ家、なのかもしれないが、俺は、もっと静かな場所が良い。ブラッドサッカーを嫌う理由だって？血を吸うし臭いし、何より玉台の方が高くつく。それに、誰だってミュータントのクソどもは嫌いだろう？普段は、地下なんて訪れる理由がない。アーティファクトは、そのほとんどが地上に生成されるんだ。しかし、目的、
伝わるなら、たとえこんな場所でも心が躍るものだな。円形の開口部、ドクターの言っていた通り見つかったな。この辺りに隠れ家がある。おそらく、ここだろう。まったく、隠れ家にはいい場所だな。ストレロックはどうやらここにはもういないな。だが痕跡を残すってことは自分を追ってくる奴がいることを分かっているリスクがあるにもかかわらずだ。仲間ってのを信じてる人物みたいだな。ストレロックは複数のストーカーを引き連れてロストクに向かったようだ。補給のためにロストクを訪れるならバーキープの店以外ないだろう。次の行く先が決まったな。さて、こんなカビ臭い場所とはおさらばして外の空気を吸いたい。他にストレロックを追ってる奴が来るかもしれないしな。幸い、すぐ近くに地上への出口があるみたいだ。そこへ向かおう。ここから上へ登っていけそうだ。よし、出口だ。帰りはスムーズだったな。さて、ここからロストクへ向かうには、ガベージを経由する必要がある。ガベージはかなりの数のミュータントが徘徊する地域だ。ミュータントオカルハンターたちも、少なくない。注意する必要があるな。この先、列車置き場を改装したストーカーの溜まり場がある。トレーダー、寝床、少し寄ってもいいな。荷物を整えるにはうってつけだろう。